ほい、こんにちは。今回は、ピンポン玉作ってみたよ。もう、ただただシンプルに跳ねます。こんな感じ。ああ、どこかに行ってしまった。速度がある程度以下になると、アイテム化するようにしてます。永遠に跳ねちゃうのでね。今回はこんな感じ。早速作り方行ってみよう。プラスから、プロジェクタイルを作成。名前を入れて、クリエイトニュープロジェクタイル。アイテムは後で変えるので適当に設定して、速度を 0.5 にします。チェックを入れて飛んでいる間にパーティクルを出すようにして、トリガーに移動。フライングチェックのプラスから、プロシージャーを作成。フローコントロールからイフを持ってきます。ロジックから数値の比較を、マスから数値と計算式を持ってきます。エンティティプロシージャーのデータから、各方向の速度を持ってきます。マインクラフトコンポーネントの中から、イミディエイトソースエンティティを持ってきます。飛翔物体はこれなのでね、全部差し替えますよ。そしたら計算式をああしてこうして、速度の事情がある数値以上か以下かで条件を分けます。ワールドプロシージャのアクションから、アイテムをドロップするプロシージャブロックを持ってきます。エンティティプロシージャのデータから、エンティティの XYZ 各方向の座標を持ってきます。エンティティプロシージャのアクションから、デスボーンするプロシージャブロックを持ってきます。並列表示にして、XYZ を入れ替えます。対象はイミディエイトソースエンティティ、デスボーンをセットしてね。アイテムは後で変更するからここでは適当にセット。ロジックからノットを持ってきて、ブロックプロシージャのデータから、特定の座標のブロックを取得するプロシージャブロックを持ってきます。マインクラフトコンポーネントの中から、ブロックを選べるプロシージャブロックを持ってきます。エンティティプロシージャのアクションから、速度を上書きするプロシージャブロックを持ってきます。フローコントロールからイフを持ってきて、ノットをつけたら、ロジックからブロックを判別するプロシージャブロックを持ってきます。ブロックには空気を選択。XYZ には、現在地から X 方向にちょっと進んだ画像を入れます。で、そこのブロックが空気じゃない場合は、X 方向速度をちょっと小さくして反対向きにします。Y 方向、Z 方向も同じようにします。コピーして変更していくよ。保存します。そしたら今度はアイテムを作成。名前を入れて、クリエイトニューアイテム。テクスチャを設定して、プロパティに移動。クリエイティブインベントリタブを設定、スタック数を1つに、アニメーションはやり、で、使用時間には大きい数字を設定。高度なプロパティに移動して、遠距離武器にチェック、飛翔体を設定します。保存して、さっき適当に設定したアイテムたちを変更していきます。これで完成です。結構ぴょんぴょん跳ねるので楽しいよ。よかったら作ってみてね。